んにちは、腰の千百合です。今日は旧県職員住宅をリノベーションして誕生した富山県の創業支援センターおよび創業移住促進住宅スコップ富山についてご紹介します。スコップ富山は生き方、幸せ、掘り起こせをキャッチコピーに、さまざまな人、物、ことの集う場を目指す全国でも珍しい職住一体の拠点です。3つに並んだ棟のうち中央にあるのがオフィスやコワーキングを備えた創業支援センター。その左右にあるのがシェアハウスとアパートメントが一つになった創業移住促進住宅西棟、東棟です。今日はスコップ富山のキーワードである職住一体の中でも職に焦点を当て中央の創業支援センターについて詳しく解説していきますね。創業支援センターにはコワーキングスペースやオフィス、チャレンジショップ、ラボなど皆さんのやってみたいを支援する部屋が揃っています。それぞれの部屋をちょっと覗いてみましょう。これから起業を検討する方、テレワークで仕事をしたい方、副業を始めたい方、皆さんの何かやってみようという気持ちと、それぞれに応じた多様な働き方をスコップ富山は応援します。スコップ富山ではスペースを借りるだけでなく、創業や経営に関する相談を受けることができます。誰でも相談可能で、申し込み方法は2パターン。1つ目は公式サイトから創業相談フォームに入力する方法です。日時などはご希望に応じて調整させていただきます。オンラインでの面談にも対応しており、相談内容は問わず、いつでもどなたでも申し込み可能です。2つ目は現地での相談イベントに参加する方法です。月に一度中小企業診断士の方と相談室で直接お話が可能です。こちらは公式サイトのイベント情報からチェックしてくださいね。相談会を予約すると1日無料でコワーキングをご利用いただくこともできちゃいます。公式サイトのイベント一覧では相談会の他にも創業に関わる県内のイベント情報が掲載されていますので、興味がある方はぜひ参考にしてください。今回は創業支援センターを中心に紹介しましたが、もっと詳しく知りたい方はスコップ富山のホームページをご覧ください。 LINE や Instagram もありますので、ぜひチェックしてくださいね。それから立山くんが話す住居編の動画もあるので、そちらもご覧いただけますと嬉しいです。公式ホームページへのリンクや立山くんが紹介する住居編の動画は概要欄にも記載しておりますので、ご確認ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。